動画編集歴16年 4K 動画編集がサックサク、無駄な待機時間、書き出しエラー連発から解放される、快適な作業環境をお探しのそこのあなた、この動画必見です。映像編集16年やってきた監督が今後ですね、 4K 映像の動画編集をする方はですね、参考にしていただければなと思っております。カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーいスタート。はいどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。私監督なんですが、人生で2番目に高い買い物をしました。はい、というわけでですね、現在監督が持っているパソコンなんですが、今手元の資料を見ますと、2017年の7月の28日購入したドスパラの店舗に行って購入したパソコンです。こちら購入した金額が209,592円という価格です。このパソコンが自宅に来てですね、その快適な環境にものすごく感動しました。その当時作ってた作品がこちら。時間旅行、通称タイムスリップが理論上可能となった2117修学時空旅行から逸脱し、足りなくなったお小遣いをもらうため身内がいる田中果樹園にやってきました。え、なにこれ、なにこれ、失礼いたします、レッツさん、ありがとう、ひひおじいちゃん。 2K の映像、フルハイビジョンの映像の自主映画を撮っておりました。この合成もですね、全然吹かなく作れました。そして現在2021年、去年からですね、 4K 映像の自主映画を撮り始めて、もうパソコンがスペック不足、はい、これにむちゃくちゃ悩まされ続けておりました。 4K めちゃくちゃ重たいんですよ。まず3年前のスペック参考にお伝えします。メモリが 64GB、 CPU がインテル Core i7-7700K、 グラフィックボード NVIDIA GeForce GTX1050GB、 SSD が250かな、ハードディスク 2TB ですね。ちなみにこの SSD に関しては途中で変更しております。 2TB の SSD に自分で交換しました。 2K と 4K 比べますと解像度は4倍です。なのでこの分パソコンに負荷がかかります。書き出しなんですけども、一発 OK なんてなかなか出ません。それくらい重たいです。現在の症例をご覧ください。カメラ OK、 音 OK、 テロップなんですけども、一回ここを押すと、今操作ができません、できません、できません、まだできない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 、まだ触りません。あ、やっとここで、あ、まだできない、まだできない、まだできない。やっとできます。ここでやっとできます。あらすじ。はい、映らなくなりました。ですね、ここなんですけども、普通、今この映像が映るはずなのですが、ブラックで全く映りません。で、今はですね、ギリギリ耐えてますが、再生すると、映るんですけども、止めると、ブラックになります。で、ひどい時はですね、再生してもブラックのままなんで、一回一回ですね、このプロジェクトを、バツ閉じして、また立ち上げ直さなければならないというですね、症状が起きております。これは多分、グラフィックボードが弱いからだと思われます。何書いてるのか分からないんですけども、これを頭の中のイメージでやっていくという感じですね。こういう感じの編集をここ最近は繰り返しております。ここにはやっぱり素直になるべき、にはやっぱり素直に、ああ、もうこう言っても分かんなくなったらもう一旦閉じます。そしてまた立ち上げ直します。はい、でこのね、この待ち時間まだかかります。はい、できました。で、読み込みました。で、ここでまたさっきのテロップに関しては、一回クリックしたら触れなくなります。はい、というわけでですね、ロスします。これが一つの動画で30回ぐらい起きます。もうね、精神との戦いですよ、もう。こういったブラック画面になったりですとか、あとテロップがむちゃくちゃ重たい。普通だったらテロップポチッと押したらすぐ入力したら打つんですけども、まあ、最初の1回だけなんですけども、その1回がね、渡されるので、1回、2回、3回とどんどん繰り返していくと、はい、わかりますよね。時間がもったいない。その他にですね、フリーズだったり、遅延、映像と音がずれて聞こえたりね、カクカクだったりね、そういったことにですね、悩まされ続けておりました。特にね、出しました。福袋動画、編集むちゃくちゃかかりました。特にドトールの動画なんです
けども、朝9時からスタートして夜の9時に終了しました。多分パソコンがちゃんと動いてくれれば 3,4 時間でできたかと思います。やばいですよね。はい、というわけでこうガタが来ていた、もう3年以上使っていますので、今回改めて購入する決断をしました。ではですね、映像編集16年やってきました監督がですね、今回新しいパソコンを買うことにあたってたくさんの情報を調べまして、それを動画としてまとめて共有しますので、今後ですね 4K 映像の動画編集をする方はですね、参考にしていただければなと思っております。で、まずですね、基本的なことなんですけども、BTO パソコンですね。はい、BTO パソコンって何ぞやっていうことなんですけども、例えばこういったスペックで作ってくださいって投げます。それを組み立てて送ってくれるのが、簡単に言うと BTO パソコンです。各会社からたくさん出されておりますので、本当にですね、これ見てて、どれがいいか、それぞれの店の特典だったりですね、コスパだったり、料金だったり、種類だったりもいろいろありますから、かなり迷うかと思います。で、まず、サックサクにですね、編集したい方は、まず大きく3つのポイント。この3つは気をつけてください。まず CPU。一般的には頭脳です。CPU が上がれば上がるほど処理速度がアップします。逆に低いとまともな編集ができません。4K 映像の場合はですね、Core i9 にしないとちょっと快適な編集環境は作れません。ですので、CPU は Core i9 とまず覚えてください。Core i9 にも種類がたくさんあります。気をつけていただきたいのは、まず1点。Core i9 の 1900KF というものはですね、こちらグラボが付いていないものですので、値段は安いんですけども、映像編集をする方はですね、これを除外して、Core i9 のですね、できれば数値が高いものを選んでいただければ間違いないと思います。あとですね、 Core i のものと、あと Ryzen というものがあります。で、これどちらでもいいのですが、やはり相性的な部分で言うと Core i のシリーズの方が映像編集として Core i9 です。二つ目。で、メモリです。前回監督は 64GB をやりました。ただ 64GB 容量がでかいと金額もぐんぐん上がってきます。4K 映像を快適に作業したい方は 32GB。これくらい欲しいです。16でもできないことはないんですけども、ちょっともたついたりとかするので、可能であれば32。お金に余裕があれば 64GB または128。ここまでやるのはね、本当にめちゃくちゃもうプロフェッショナルな方ぐらいか、もしくはもうお金があり余ってますよ、みたいな方はこちら。ですね、計もサクサクっていうことにしたら 32GB、 こちらをおすすめします。はい、あと 32GB おすすめする理由はもう一つありまして、編集ソフト Adobe プレミア、こちらを使う方はですね、推奨環境が 32GB です。なのでプレミアを使う方は 32GB 欲しいということですね。最後、三つ目。グラフィックボード。はい、このグラボ監督がですね、その3年前に失敗した部分、ここです。グラフィックボードなんですが、これがですね、性能が悪いとご覧いただきましたが、画面が暗くなったりです。映像が映らなくなったりするんですよ。なので、このグラフィックボードはいいものを買った方がいいと思います。動画編集するのであれば、GTX1606 以上、こちらを覚えておいてください。こちらですね、数値が高ければ高いほど、グラフィックボードの性能がめちゃくちゃ良くなります。グラボのパワーが上がります。おすすめします。ちなみにですね、これなんですけども、映像編集やる方はおすすめなんですが、これはかなり高額です。なのでお金に余裕がある方はこのシリーズ買った方がいいと思いますが、そこまで出せないなっていう方は GeForce というものを覚えておいてください。はい、でこのグラフィックボードなんですが、性能がいいと動画にエフェクトをかけるときとか、あとエンコード書き出しをするときにかなり高速化できます。ただしグラフィックボードなんですが、 CPU を補助的に助けてくれるというわけなので、まずは CPU、 そしてメモリをいいものを積んで、最後にグラフィックボードを乗せてあげていくのがよろしいかと思います。はい、というわけでこの3つですね、紹介させていただきました。さらにですね、お金に余裕がある方は、まずはストレージ、例えばパソコンで言うとローカルディスク C とか D とか、そういうところですね。 4K 映像を扱うときはデータがめちゃくちゃ重いです。基本的には SSD と HDD というですね、2つに分かります。 SSD に関してはですね、高速です。どっちがいいかといったら、確実に SSD の方がいいです。ただデメリット、こちらは高い。続きまして HDD、 こちらはちょっと遅いですが価格が安いです。さあ、どっちにしますか。
ちなみにこのローカルディスクなんですけども、起動速度も関係してきますので、メインのストレージに関しては SSD で、映像を保存する場所を HDD というのが一番コスパがいいかと思います。もちろんですね、お金に余裕がある方は SSD をトントントンと積んだ方がいいかと思います。その方がやはりアクセススピードが速いとなるとかなり短縮できます。はい、続きまして電源ユニット、上のグレードになることによって省電力、低発熱、高寿命となります。デメリットにはならなかったんですが、稀にですよ、稀に電源ユニットがぶっ壊れてしまいますと他のストレージも壊れてしまう可能性があるので、ここもですね、ちょっといいもの、グレードアップしたものを入れるのをお勧めします。ちなみに電源ユニットはですね、こういった種類がありまして、この種類、この3つのですね、どれかが付いていればいい、お墨付きみたいな感じですね。パワーというものがありまして、そのパワー不足だと処理も追いつかないので、最低でも600ぐらいは欲しいかなというところです。そんな感じですね。そういったものを踏まえて監督が今回購入したものなんですけども、 BTO メーカーなんです。各社たくさん出ております。監督がです、選択肢の中には3年前に購入したドスパラ、 G-TUNE、 サイコム、パソコン工房、レノボ、マウスコンピューター、フロンティア、アークなどで、他にもですね、まだまだたくさんあります。理想としてはそこ本体のケースをかっこいいものにしたかったんですけども、そうするとちょっと選択肢が絞られましたので、今回はですね、フロンティアさんの BTO パソコンを注文しました。購入しましたものがですね、インテルコアI9、CPU が Core i9-1900 で、メモリが 32GB、 1TB の SSD と、ハードディスクが 4TB。 4K 映像マジでね、ハードディスク圧迫するので 4TB ぶち込みました。グラフィックが GeForce RTX 3070、 8GB のものを積みました。電源がですね、 850W ゴールドついてます。で、送料が3300円かかりました。金額なんですけども、監督個人で2番目に高いもの、ちなみに1番目はですね、今現在のこの監督ラボの家ですね、こちらの初期費用が26万円かかりました。で、今回2番目金額がですね、22万3960円、はい、となっております。で、ここでですね、監督ちょっと失敗しちゃったんですけども、分割手数料ですね、フロンティアさんですね、かかりまして、それが19,484円かかります。あ、ちなみにこの分割なんですけど、24回払いにしました。2年間ですね、分割手数料2万円も含めて合計金額が24万3444円。こちらですね、パソコンってやっぱ高額なんで、分割という選択肢で購入しました。とにかく皆さん、パソコン買うときはお金がないからちょっと低いものにしようと我慢すると、後々大変なことになりますね。肉体的にも精神的にもきます。まあ、ちょっと苦しくなるかもしれないけども、もし 4K 映像をする方は、パソコンって1回買ったら 2,3 年は持つので、ちょっといいものを買った方がいいです。はい、これは本当に断言します。ちょっと上のものを買ってください。はい、というわけでですね、今回の動画はここまでとなります。で、パソコンを開封しましたので、新たなパソコンから編集して公開していきたいと思います。実際にこのパソコンの性能がどれくらいいいかに関してはですね、後日動画出しますので、それも見てほしいです。ではまた次の動画で会いましょう。書き出しエラー連発から解放、快適な作業感、快適な快適な作業感、本をまとめて、かなりですね、かなり、最後3つ目の、はい、はい、最後、や、や、えー、よ、